自分の教え方だったり知ってることを発信したいのに発信する機会が与えられなかった。5つのところから引き抜きの話がかかったわけですね。自分自身はごぼう抜きしたわけですけど、金ちゃんはね、お金めっちゃもらってるけどもうほぼ働かない。投資と河合塾を合わせて僕はもらってたわけですよ。Hello there、 始まりました、もいちゃつチャンネルです。今回はですね、そうですね、タイトルにある通りグッバイです ね、 何でしたっけ、オフィシャルヒゲ男爵でしたっけさよなら投信ということで、まあ、今日付変わってちょうど3月31日になったところなんですけども、そうです、今日で私は投信講師ではなくなりますので、そうで、まあ何をするんだっていうのね、非常に気になってた方多かったと思いますが、まあ授業動画上げてくって言ったんですけど、具体的にどうやってやっていくのかね、知りたかったって人もいると思うんですが、4月1日午前0時に動画上げます。はい、そこで情報解禁という形になります。エイプリルフールでしょ、エイプリルフールって4月1日の午前中なんですよ。だから午後はね本当になるんですけど、午前0時なんでなんか嘘だと思われたら嫌だなって思うんですけど、ちゃんと情報を公開しますので動画が上がります。びっくりすると思う多分予想を上回る可能性も高い、いろんな謎が解けると思ってください。まあ、投信講師としてやってきてね、最初はそう合宿だったんですけど、そうです、その毎年合宿、そうこの服着てたんですけど、思い出の服というか、もともとはね違うトイックのプロジェクトだったんだけど、そのトイックのプロジェクトなくなって合宿行ってみたらどうですかって言われて行って、おーすごい教えるのめちゃくちゃうまいですねっつって入ることになるんですけど、まあその時のね僕を買ってくれた人たちはもういないんですけど、誰もこう会社をこう変えていこうみたいな人はみんないなくなっちゃったね、誰も残んなかったね結局のところ。はい、まあいろいろありました。僕自身は待遇はねすごい良かったといえばすごく良かったし、悪かったといえばすごく悪かったですよ。まあだからすごい感謝の気持ちもあるし、おいって気持ちもあります。当時の先生たちすごく好きだし、今でもやっぱ日本一の講師陣だと思ってるし、投信っていうその会社自体にはすごい感謝してる。ただ僕にチャンスを全く与えようとしなかったやつらは大嫌いですよ。あんまり人を嫌いにならないですけど、チャンスを与えるって言ってもチャンスを与えなかったりとか、仲間ですとかって平気で嘘をつけるような人たちもまあいたわけですよ。ですごい僕のことをね買ってくれて応援してくれたり、なんとかしようと動いてくれた人たちはすごい感謝してる。でも結局この人たちのせいで彼らの努力は何も実らなかったんですよ。わざわざ東大を教えたいって言ってね、慶応入って、東大の院まで行ってやって、でいろんな英語の資格取ったりとか本もいっぱい書いたりとか、全ては予備校業界で上がっていくためにこのステータスとして積み上げたものなんですよ。英語の教授法とかね、すごい4技能とに力入れるって言ってたのに、こうやってやっても結局は英語なんかまあできるようにならないですよ、だからこういう講座が必要ですよってずっと言ってきたけど、結局何も変わらなかった、何もできなかった。だから自分で出しちゃいます。こういう風にやればいいのに、なんでやってこないんだろうっていうのを、もうだから全部公開しちゃいますよ。予備校ってほら、全部なんか隠すわけでしょ。うちに来ないとダメですよっていう風にするわけじゃん。で、だから僕はいろんなとこからすごい認められてたし、いろんな人からも認められてたけど、結局このですね、ダメな勢力のせいで、ただ唾つけられてる。私はだから情報公開したいのに、そう、自分の教え方だったり、知ってることを発信したいのに、発信する機会が与えられなかった。そういう状況だったわけですね。まあある時すごい引き抜きがかかるわけですよ。で、それを止めるために待遇がすごく良くなるわけですよ。金銭面のね、待遇がすごい良くなったわけ。ごぼう抜きしたわけですけど、金銭面はね。お金すごい増えたから、仕事が増えるっていうのが普通じゃないですか。でも、こっちは関係ないわけですよ、この人たちにとっては。で、僕の仕事が増えようが、給料が上がろうが、ね、自分たちのことしか考えてないですから、どうでもいいわけです。結局だから僕の仕事全く増えなかったわけですよ。むしろ減ったんじゃない多分。だからお金めっちゃもらってるけど、もうほぼ働かない。正確な額は言えないけども、まあ多分まあ終わったら言ってもいいのかな。投信と河合塾を合わせて僕は2000万よりも多くの額をもらってたわけですよ。そうそう。でもだって河合塾なんてさ、週2日で4クラスしかやってないし、で投信なんか0か1ですから、週に1回あるかないかで、本当に月に1回しか働かないとか、月に0回とかですよ。それでも普通にお金は払われる。で、僕はだから望んでるのそうじゃないですから。そんなね、給料泥棒みたいにもらったお金なんか全くもって魅力も何にもないです。そんなラッキーとかも思わないんで。だから YouTube を始めたのもそうですね。このままだと単なる、ね、給料泥棒で
東進っていう一番すごい予備校に所属した無名の講師で終わっていくんで、あ、そんなん絶対やだなと思ったんで、で YouTube の中で上がっていけると思ってたんで、自分自身はそれ自信なかったらやんないですから、ね、自分にはね継続する力があるって分かってたんでこれやったわけです。でもだからそう待遇は変わんないわけじゃん。で YouTube やる前なんてさ、その合宿行ってもさ、正月特訓とか行ってもさ、スタッフに生徒扱いされるしさ、合宿も正月特訓もスタッフが出るしさ、そういう扱いなんですよ。どっか行く時のね、この新幹線とか飛行機のチケットがあってさ、そこにさ封筒があってさ、その封筒に別の先生の名前が貼ってあったりとかさ、別の先生の給料が振り込まれたりとかさ、だからだいぶ下に見られてるなと思ってっていうのはありました。こんなん上の先生だったらとんでもねえことになるなとかいうのはありました。そんなことででも畜生とかは思わないけど、ああそういうポジションなんだなって、お金をもらえても、ああそういうポジションだなっていうのはよく分かった。でも YouTube やってやっぱだいぶ知られるようになったし、それぞれね校舎スタッフとかもね僕のことを知ってるように変わったんで、知名度って大事なんだなっていうのはすごい痛感しましたよ。そう、また暇だったからそう YouTube できたわけですよ。で2019年は5つの場所からオファーがあって、でまあ、そうなんですよ。毎回言われる東進なんてどうせ唾つけてるだけでしょ、その先生すごい知識もあるし教え方とかもあるけど、東進でどうせ出す機会なんかないんですから、うちでやればいいじゃないですかみたいなね、なってたんですよ。そうだからね、まあ日に日に、ああそうか、だいぶ無駄してんだなっていうのは実感してたんで、だからまあ自分の YouTube チャンネルはこう大きくしとかなきゃな。まあ、動画内でね言えることが解禁されますから、まあ一応ねだから授業ダメだし、アドバイスもしちゃいけないっていう風に一応なってるので、そうだからねコメント欄とかに結構来てたんだけど、なんでいろんなゲストに喋らして、なんであなたおすすめ参考書言わないんですかってね、なんであなたアドバイスしないんですかって、そう言っちゃいけないってことに一応なってたからですよ。そんな最後の2月とか結構入試問題の公表とかしてたじゃないですかって思うのもまあ無理ない。ただ僕はなるべく教えては揉めないようにってやってたんですけど、でも僕は契約書に違反はしてないんですよ。なぜなら彼らは契約書にその教科のところに数学って書いてあったから、で僕数学の授業してないし数学のアドバイスもしてませんから、そんななんですよ。わかります？でそれぐらい僕なんかどうでもいいわけですよ。だから契約書のチェックすらされないようなポジションなんですよ。これは別に事実を言ってるだけですから、何でも言うに都市の先生が良くないとかです、そういうことは全くないですから、本当に当時には感謝してる人だ。一部のそういう講師のことなんかどうでもいいって思ってる人がいるから、だからね、いろいろあったってことです。なんつうのこの手稼い足かせですか、シャコーズ、フェダーズですかっていうのがまあ外される状況になると、全てを無料で全部出しますから、教え方とかまあ当然批判もいっぱい来るっていうのは分かってるし、いいんですかそんな教え方今まで隠してたのが全部世に出て、いいですよ別に見てください。そうだ、知られなかったらゼロなんです。取材いろいろ受けてますけど、すごくどんどん一般の人に知られるっていうのはあんま好きじゃないですよ正直ね。僕だから憧れはその今井先生なので、その別にメディアとかに出ていかなくても受験生みんな知ってるじゃないですか今井先生のことって。だからまあ本人にも言ったことあるし、やっぱ今井先生になんか勝つことはできないと思ってますしっていうのは言ったんですよ。まあ今井先生酔っ払って覚えてないかもしれないですけど、でもまあその望みはないので、だから出してきます。まあ見てください。まあ僕ね、あのほらセルタって英語教授法の資格取ったじゃないですか。でそれをこう日本の英語と混ぜた感じで出していきます。もちろんだから入試で点取れないと意味ないでしょ、だからそれもやんなきゃいけないし、プラスででもこの世界標準の教え方っていうのをこう混ぜた感じの授業だと思ってください。だからここの部分は珍しがられると思いますね、受験でだからあんまやってる人はいないので。こっちはだから当然さ、まあいろんな先駆者がたくさんいますから、もうだ自分よりすごいと思う人もいっぱいいますもん。両方混ぜてやってる人ってのはほとんどいないんで、そこをね、あこんな感じなんだって思ってもらえたらいいんじゃないかなと思ってね。だからすげえ変なやつって思われるかもしれないけど、これ世界標準をただやるだけです。世界的な教え方をただ組み込むだけです。って言った通り、私は受験生たちに対しての知名度日本一を目指しますから、賞賛なしになんかやらないですから、すごく考えて戦略を練ってきましたから、そう5万人ちゃんと3月末に達成させるっていうのを考えて達成しましたから、同じように4月からね一気に知名度を上げる方法を取りますから、そこはぜひ見ていてください。 YouTube っていうのはね予備校たちがって一緒に作り上げていくものですから、自分がどうなっていくのかっていうのを見ていてください。わあすごい、本当に上がってったなっていうのをぜひ見ていってもらえればいいんじゃないかなと思います。全て出しますから、はい、期待しててください。はい、ぜひですね、高評価
チャンネル登録お願いします。では4月1日6時間後には明らかになってますから、ご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.